それでは皆さん、お疲れ様。はい。飲む前にうまいって言ったら確かに先走ってしまってこれあれですね感想はきつかったっすね、きつかったっすね、なかなか姿を見せない、なんでしょう、やり方で、なんだろう、いけどもいつ見えるかっていう感じだね。姿をなかなか現さない、姿を現さないで、なんだろう、やっぱ思ってたよりめちゃめちゃハードだった、半端ない、なんかね予想外のなんか驚きとかってすごいあるけど、まあ、対戦相手が思ったより強かったとかってあるけど、なんか思ってたよりのなんか20倍ぐらいだったね。そう、キレッドとかはもちろんね、で、ただキレッドとかね、ジャンダルムとかって言ってて、まあ我々はキレッドもちょこっとやってきて、ジャンダルムは未経験だけど、はっきり言ってそうじゃないとこでも十分危ないよね。そう、最後の方なんか結構危なかったよね。そう、南岳からね、降りるときなんか意外と急降下だからね、あれ、まあ、キレッド、まあね、長谷川ピークは見ただけだけど、そんなの抜きにしてそれ並みのところがゴロゴロあるね。あるね、長く続きましたしね。だよね、槍の頂上なんかの近くなんかはもうそれ以上だよね、あれ。まあそんな、いい経験もさせていただきました。次は今、大キレット、それからジャンダルムと今計画を練っています。またゲットオーバーの挑戦は続きます。ありがとうございました。